クレヨンクレヨンを使ったエクレヨンの撥水性を利用した描画クレヨンとは、溶かしたローと顔料などを混ぜて棒状に冷やし固めた画材である。エンカウスティークを原型とし、レオナルド・ダ・ヴィンチの手記に類似画材の製法が記載されるなど成立には諸説あるが、現代の様式のものは19世紀にフランスで発明された。アメリカでは1903年に、 ビニースミスがクレヨラクレヨンを生産。日本では大正期に自由が教育を機に普及した。手を汚さず手軽に彩色描画ができ、色鉛筆のように尖っておらず鉛筆削りも必要なく多く無害であることから初等教育や児童画によく利用される。クレヨンは基本的に硬質で塗り重ねを苦手とするが、髪肌を反映した素朴なマチエールを持った。 耐水性のある鮮やかな描線が得られる。クレヨンから発展したオイルパステルはより柔らかく技法の応用性に富む。日本ではオイルパステルの製法を一部取り入れて免疫差し適性を改善した軟質クレヨンが1957年に開発され以来主流として普及している。クレヨンはフランス語のクレイに設備時、音が組み合わさった言葉で元来は 固形描画材一般に使われる。欧米ではクレヨンが鉛筆を刺したり、棒状の画材もろもろが、チャコールクレヨンやコンテクレヨンなどと呼ばれることがあるが、それぞれ老成のクレヨンとは区別される。通常のタイプの他に各種が各社から販売されている。ヨーロッパの玩具の安全規格を満たした製品には、CE マークが付され、米国画材。 工芸材料協会の基準を満たした製品には AP マークが付される。日本作業企画にも AN71 に準じる安全企画を含んだ JISS6026 クレヨン及びパスがあるが1998年以降は日本絵のグクレヨン工業共同組合が JIS 表示許可を返上したことから JIS マークは付さず企画に沿った自主検査が行われている。 クレヨンを含む玩具の安全性に関わる国際規格には ISO 8124がある。ありがとうございます。